ファミコン全ソフト実況、どうもタブヤンです。 DVer 続きやっていきたいと思います。このゲーム、前回のね、見てない方よかったら、見てみてください。2回目となります。こちら DVer ナーサティアの玉座、7機種発売、ファミコンはストーリー6、主人公マータリ・シュバンは宇宙海賊ということで、海賊感まあ確かにあるけどね、主人公ほぼ喋りません。さあ、青いところがね、私が占領した、まあ進めながら行こうか、占領した惑星でどんどん惑星を全部取っていくゲームですね。おお。そしてフィールドマップっていうかね、宇宙マップからこの惑星攻略編に入っていくんですよね。これでまあこれ白いのが回復が出る場所で、この青いのが敵を、画面上の敵を全部破壊、そしてこのミサイルのやつが誘導ミサイルで敵を攻撃する、支援アイテムですね。左から右に進んでいきます。行こう。でシールドが、ライフですね。私のライフ、おっと怖い、かわして上へジャンプ、あ怖い、何これ、うわやば、大ダメージ、うわー足元やばい、足元やばいって、いやいやいや敵の攻撃激しいよこれだんだんなんか難しくなってきてるよね。戦車結構ね、こっちがね連射できないからね、2連射しかできないんですよね。あこれやばいよ、これはやばいよ。おーなんとかノーダメージでしのいだ。爆裂弾、いやーこれきつい、あダメージ受けた、くー残り3でいけるか、落ちてから、あダメージ、ダメか、下に攻撃できないのがね、これ斜めに攻撃したいよね。あ倒してもこれ回復す、復活してくんのか、いやーやばいやばい、敵が弾、あーっと出現ポイントが分かんない、あーダメだやばい、死ぬ、グオー、何度でも挑戦。さあ戻っ、さっきの場所まで戻ってきたけどシールド3しかない、やばいこいつは敵強い、あーやばい、もうボスでいいんじゃないの、やばい、シールド残り2、ミサイル弾出てきた、さあボスだ、手疲れてきたほら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 、あ直線にしか攻撃しないの、あこれだ、これなら楽だ、斜めに攻撃していかなければいける、勝てる、ボスが一番弱い説、やりました。フラッシュにご注意ください。よし撃破したぞ。どうしようかな、攻めるか、でもなんか近いとこから攻撃した方がいいと思うんだよね。一回戻ろうか、戻って艦隊をね補給する、これね自分の、お補給、だけパスワードよかったら使ってみてください。右下行ってみようかな、あとなんか何もないところに惑星があったりも噂ではするらしいですね、隠れ惑星みたいな、おー強そうだなこの惑星も、どの辺かな、
こんなぐらいにしようかな。あんまりボス強くないから、これぐらいで。わあ、何このドガマみたいな土鍋ご飯炊けそう。なんか水っぽいね、水の惑星っぽいよな、これ。あ、ちょっと待って、シールド 1,2,3,4,5,6 なんか増えてるね。なんかパワーアップしてるね、うちのシールド。いや、これ戦いを有利にできるね。敵が色が見えづらいねあ、ちょっと強化されてるね。あ、前回ね、私が文句言ってたからこのモビルスーツ的なのを強化した方がいいんじゃないのって。いや、でも攻撃面も強化してほしいよな。これ2連射しかできないから、せめて5連射ぐらいね。でも防御面はちょっと改善されたね。いつの間にかパワーアップしてる。おっと、今現在どの辺にいるかっていう位置が見たいよな、全体マップ的なね。まあ、回復アイテムが出てきたら残りもう後半戦なんだけどね。おお、出てきた。ほぼでもダメージ受けてなかったからな。で、次の残り2画面目に、2画面後にあの敵を全滅させるアイテムが出てきて、で、ボスだね。これこれ、意味ない出てくるタイミングは意味ない。あー、これ序盤に来る面だな、この面。難易度高くないね。右下いける、今回クリアできるか。よし、来たぞ、支援ミサイル、やってやる。あ、直線型のボスだ。直線型のボスは楽勝だね、これ。そう、斜めに弾撃ってくるやつはちょっとやばいけどね。行けました。さらに右下行こうか。ここ、このゲームね、前半見てくださった方は分かると思うんですけど、艦隊戦もあるんだけど、あ、弱いな、この工場、この工場の惑星か。やってやる。え、プラネット14シーツか、読み方は分かりません。ここで、ここかな。で、こんな感じでポジショニングしよう。どんどん行こう。あーっと、いきなり爆裂弾。この面難しいか、難しい面来たか。シールドがいきなり減ったぞ。この位置ね、この位置。おい、しつこいな、爆裂弾、しつこいな。あ、こいつは弱いよね、このハサミみたいなやつ。オッケー、このパターンはもう4。敵が弾撃ってくるとちょっと手強いんだけどね。下をキープしておいた方がいいんだよね。一回ジャンプするともう下に戻れないから。そうそう、この位置をキープ。ディーバ、あ、ちなみに情報をね、出しておきましょう。こちら、ナーサティアの玉座。まあね、新エンディングは見れないんだけどね、レベル4クリアしないとね。私はレベル優しいのクリアを目指しております。クリアしたいな、ここ。これはこの面、このゲームはね、危ない。本日も鼻声で頑張っております。夏の暑い日にプレイしております。どうしてもね、部屋の冷房を入れると鼻がムズムズ。よし、回復、オッケー、いけるいける。順調じゃないこれ。よーさあ、誘導弾来い。あ、その前に爆裂。あ、ゆっくりしよう。ちょっと右手の親指を休ませよう。
りしなくていけるよこれ。省エネ攻撃で連打しなくても倒せる。ああ簡単な面だね。さあボスだ。問題はシールドあるからいけるでしょ。あ直線だ。ああもうほぼほぼミサイルが倒してくれた。じゃあ左上がやっぱ強いな。前回戦った。よし一回戻ろっか。右下のゲージが溜まってきてるから生産できるんだよね艦隊をね。よし、おーこのクジラみたいなのがね戦艦だと思うんだよね。戦艦、あもうこれで生産力で、この右下のやつが、マータリシュワンだと思うんだよね主人公ね。無口です。これでもあ生産できないね。この下のゲージが、それぞれの我が艦隊の数ですね。どうしよう。右、あなんか攻め込まれてる。点滅してるよ。やばいやばいやばい、艦隊戦だ。おお攻め込んでる。ちょっと倒さないと。急げ急げ急げ。あれどこ行った。ほらこの野郎。うわーめちゃくちゃ艦隊いるじゃん。マジか。どうするこれ。中央行くか。いやこれ絶対勝てねえじゃん。でも行くか。クジラとこんな感じか。行け。いやー嘘ー。ちょっと押されてる。ああそう敵が少ないとこで戦った方が良かったのか。まあ一体ずつ結局全滅させないといけないからこういうことか。これでアイテム動きあれ変えるんだよね。よし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 。お、これで粘れば、端から倒していけばいいんじゃない？奇跡を起こせ。もう、いっぺんに選択したいな、これ。あ、いける。逆向きいける。みんなで縦に並んで、いけ！できれば攻撃される前に、破壊してくれ。当たらない。いや当たらない。遠いからか。いやー逆にやられた。なんてこった。諦めず逃げ。最後まで戦うんだ。あいつ遠いから当たらないのか。よしやっと倒した。うわーこれ多勢に無勢だね。でも一体ずつ倒す。こっちにはなんか戦艦みたいなこのクジラがいるからね。あー先制攻撃された。マジかー。勝てるわけねえわこれ全滅しちゃう。でも惑星取られんのやだよねこれ。うわ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 。いやーやられたー。おお戦艦強いねうちの。3発も撃てる。うっそー、いけ頑張れ戦艦ゴー。あーめっちゃ来た戦艦1、2、3、4、4発撃てる。おお5発6発。いやーだいぶダメージ受けてる。お頑張ってる。あーめちゃくちゃ戦艦ダメージ受けてるけど戦艦強いねやっぱうちの。1、2。おーいけるか。あと4対2。こいつやっつけようか。この白いのボスだと思うんだよねうちの。
よし、戦艦いけ。お、戦艦強い。2対2まで持ってきた。いけるのか。いけ戦艦。あー、耐えた。強い。クジラ戦艦最強説。大逆転の巻。やったー。守りきったぞー。この艦隊から次の情報が得られた。シバ・ルドラは惑星マトゥーラでエネルギー資源ガンマ3を採掘している。なんのこっちゃわからんけど、一回戻ろう。艦隊補給できるかな。いや、クジラ最強説だね。あ、クジラまた生産できる。よし、生産しよう。クジラ生産。さあ、次どうしよう。どうしようかな。上行こうか、一番上。真上のとこ。あと、1、2、3、4、5、6。いや、クリアしたいな、これ。ディーバー、初めてプレイするけどね。ほぼほぼ。わあ、ここなんか強いな。でも行くか。こっからここ。もう私の定番のポジション、これにしますね。さあ、どんな感じだ？あと6。6戦だよ。あ、弾撃ってくるから強そうだな、敵が。シールドの数は増えてないね。1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、8。ね、難易度4だ、レベル4だったら、うわ、後ろからの攻撃か。これきつい。これはきついぞ。おー、避けた。OK。 いや、これきつい。あー、これきつい。嫌な場所に移動してくるよね、敵が。出現ポイント覚えればね、対処できんこともないけど。シュ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 、後ろからか。あー、届かない。ジャンプでかわせない。どうしろ。ちゅう、こんな感じだよね。アトラクション的な。いやー、きつい。避けてー。早く終わってくれ。早く回復のとこまで。連打連打連打。画面の前の方にいるとこ連打もどきっていうかね、連続攻撃できるよね。弾が画面上に2つしか弾がね。おお、爆裂弾か。爆裂弾はちょうど下に入れば。お、回復。よし、さあ、こっからだ。こっからダメージ受けないように。もうちょっとだぞー。あ、ダメージ受けた。敵全滅。よし。おっと、下からミサイルね。落ち着け。ボスまでたどり着けばなんとかなる。集中集中。いける。さあ、誘導弾来た。あ、斜め攻撃っぽいか、これ。どうだ。あ、直線攻撃。あ、これならいける。直線攻撃なら勝てるはず。あと目玉一つ。当たらんね。よーし、やりました。あと5つ。左上行くか。敵の艦隊が攻め込んできてるとき点滅するから、それも見とかないとね。さあ、ここ一回戦ったことあったよね。難しかったよね。あ、プラネット1。一番強いか一番弱いかだな、プラネット1。うわ、弾撃ってくるから強そうだな、これ。プラネット1。
動の強化はもうこれ以上はされないのかな。さすがにポーズ 1,2,3,8 個だもんね。いやいや敵の攻撃激しいよ。いやー、おーおーおー、運よく避けてる。きつい。うわー、変なとこ。うーわ、いやー、連続攻撃。いや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 、あそこに来るか、逃げ場がない。くー、やばい。うおー、めちゃくちゃダメージ受ける。終わってるこれ。きつい。回復まで行き着いたら。いやいや、すごい動きだな。何こいつら、危ない。お、ラッキー。あ、ダメだ。うわー、やられた。いやー、うちの自慢の艦隊なくなったのかな。あー、艦隊が減った。くっそー、何度でも行くか。いや、この面難しいな。さあ、さっきのとこまで来たぞ。なんか新しい敵出てきた。おーし、回復だ。よし、さあここから粘れ。あ、いた。しゃがめしゃがめ。あ、後ろから来る敵ここにいればいいんだ。あ、これ安全地帯、安全地帯見つけた。敵破壊する意味ない。さあ、シールドを残してボス戦だ。いや、まだか。やべやべやべ、これは応戦した方がいいのか。くだ、だいぶダメージ受ける。こいつプラネット的なやつやばい。さあ、シールド5でいけるか。あ、平地で戦うの。いや、平地はきつい。あ、斜めに撃ってくるタイプ、やばいボスだ。よーし、なんとか倒せました。いや、序盤が難しかった。よし、一回戻ろうか。あと4つ。一応生産力だいぶできてるから、あと4つ過ぎてしまった。スピード出しすぎ。よし、まあ、クジラでしょうね、これ。クジラ、まあ、クジラ、あと、あと雑魚、一応壁役の、壁役ちょっといっぱい作っといて、OK。で、クジラもっと、あ、もうクジラ作れない。あ、OK。クジラ2台ね。次、どこ行く？右上行くか。さあ、右上到着。どれほどのもんか。敵をね、まあ、この回復のとこまで行ければなんとかなるって感じ。一応地形は先に見れるんだよね、これ。ああ、このもじゃもじゃって出るタイプの難しい面か、これ。もう難しい面しか残ってないんじゃないの。結構ね、本拠地から遠いとこだから。なんか出てくるやつね、このね、グロテスクなやつが。グロテスク、あいたー。ダメージ一つ受けても、なんか大ダメージを、連続ダメージを受けなければなんとか粘ってね。おお、運よく避けるっていう。ほいで、さあ、戦車隊下に埋まっといた方がいいよね。集中集中。カエル、カエルみたいなの出てきた。当たらない、くそー。もっと連射機能が欲しいよー。一撃必殺のスナイパーみたいに戦った方がいいかもね。あー、いったー。シールド5。集中力集中力。一撃でやられないだけ。あー、ライフ性。よし、回復した。こっからだ。こっから勝負ですよ。回復してから
4画面分岩石が攻撃してくるやつか。なんかどっかで見たな。でもね、敵を破壊するやつ意味なし。いやいやいや、これ、あー、もういいんじゃないの、ボスで。来い来い、ボス。さあ来た。平地で戦うのか、足場ないのか。足場ないパターン。おー、ミサイルがだいぶやってくれました。いける。あ、ダメージ受けた。うぃー、やりました。あと3つ。敵の艦隊来ても、逆に艦隊戦やりたいぐらいだよね。うちにはもうクジラがいるからね。よっと、どうしよう。この青い白いやつもちょっと補充しておきたいよね。え、クジラもう一丁いっとくか。なぜか白いやつがボスと思ってるからね、私。ボカンと思ってるから。ダブルゼータガンダムだったらアーガーマだね。よし、どうしようか。近いとこから行くか。あと3つ。施設的には強くないね。プラネット12 JA 必勝パターンで配置していくぞ。いや、いやいや、これきつい。いや、これ難易度高い。レベル4だったらシールドがね3つしかないからね。途中、あー、やばいな。途中強化されるんだけど、だろうけど。いや、これきつい。初見はきついぞ。どんな敵が出てくるか分かんないが、こいつか、苦手だな。ちょこまか動いて全然倒しづらい。一箇所で、また出てくるか。あー、外したらやばい。ややこしいことになる。くわー、ナイス、かわし。後ろから来て。これ下に潜り込んでたら大丈夫なんだけど。あー、こっち。よし、ダメージ1受けた。まだか、回復まだか。血の海じゃんこれ。よくダメージ受けないね。暑さ寒さに強いスーツなんだろうな、これ。弾撃ってくんのか。あ、回復。よし、さあここからだ、勝負は終盤戦。やってこいよ。意味ないとこで爆発するな。もうちょっと爆発させるタイミングを決めたいけどね。自分で持っててね、手榴弾的に使いたいよな。さあ、援護ミサイル来たぞ。ボス戦だ。当て一撃。いや、早い。ほぼほぼノーミス。いけました。あと2つ。でもちょっと回復、艦隊補充してからいきたいと思います。もはや艦隊戦を楽しみにしてる。これ白いのをどんどん買っとこうかな。雑魚をいっぱい集めといて。 OK、 クジラは3体ね。いやー、艦隊戦したいな。
どっか寄り道しようか。艦隊戦を。敵の艦隊はいないか。いないね。あ、いた、艦隊いた。やってやろうじゃないか。敵の艦隊、うわー、敵も多い。なにこれ。ということで、次回艦隊戦から続き。まさかの3回目、お楽しみに。さよなら。